宗像の城山城跡に登ってます。台風過ぎて道がどんなだろうって思ってたけど、ここは今のところ大丈夫そうです。あ、ここから上、階段、階段なの？こっちみたいです。え、こ、暗いとここ意外とビビる。カエルがまた出てきそう。あ、倒木あり。素敵とうね、これ多分。いっぱい枝が散乱してる。え、クモの巣が。いや、もういっぱいやん。クモの巣。クモの巣。なんかない棒。お腹痛い。はあ、食べ過ぎたかな。重い。着いたと。あ、ここ確かに広いね。あ、この辺もエビレラン植えとるって。どこにあると？山頂から眺望がいいって。城山だって。新立山って、あれ権現山かなんかいう、これあんま知らんちゃんね、詳しくないちゃん。この辺りはほんと詳しくないです。教えてほしいぐらい。本丸って書いてある。あ、沖ノ島こっから見えると。え、見えるかな。大島は見える。これ大島やろ。ほら、あれ金崎か。この向こうや。沖ノ島はね、あれなんや、じいちゃんも父もね、と。あ、今までおらんかったアブの音が聞こえ出しましたや。オルト海の山頂。あの辺が湯川か。下山しました。下はやっぱ暑いね、天気良くて。え、天気がいいので、ちょっと行きたいところ、行きたいと思います。せーの。じゃーん！よいしょ。着いた。え、大宝山？大宝山？今から山頂を目指しますけど。あ、これだ。大峰山。ありますね。なんか全然違うな、こっち。歩いていく、こっちがいい。下の上。これが少しね、台風の爪痕、枝が少し落ちとるところもある。葉っぱも。でもサクッと山頂だ、これ。大島やん。大島見えとる。ここか。ほら、鳥、紅白の鳥、どっかないと。どっか見えてないと、紅白の鳥。
え、紅白の鳥居どっか見えてないとかね。ねえ、あの辺やろ。宮地あるじ。東湖公園に来ました。今日は台風一過でめっちゃ晴れてるから海と空の青がすごい。で、大島、あそこ大島見えます。トミーの第二のふるさと。また大島、御岳山、登りたい。あそこほら、船がおる。違う、あれめっちゃ波やん。めっちゃ波。向こう側やね、この海だと。これ、こっから見たらね、中、線が入ってバームクーヘンみたい。ここら。でもね、こっからの方がね、太陽と映るよ。あ、やり方間違えた。これ一発で決めるけん。あれ？膝を使ってないんだね。あれ？もう全然練習してないやん。マジ自主練が足りんじゃん。そうです。トミーは。お家では一切、けん玉を触ってないんです。もし、ほら、ね？じゃあ、見ててね。これね、今、終わっとった。ごめん。よそ見しよう間に終わっとった。はい！ちっちゃい方で。もしか、やっぱり大きい方で。おやつにします。これ、大砲と一緒に。朝登ったのがあのあたり。で、ここはあの、紅白の鳥居があるとこ。目の前。向こうからこれ見えるもんね。東郷公園。さあ。東郷さんです。で、こっち反対側はね、大島が本当によく見える。山頂プレートがあそこにあるので、写しに行きます。めっちゃお天気暑っ。これおー、峰山です。はい、眺望のよく、あの、すぐサクッと、なんだろう、展望ポイント、めっちゃ良かったです。反対は海が見えて、こっち側は山が見えて、また来たいなって思いました。ゴール。